働き方改革にいよいよ、これから我々は着手するわけでありますが、一億総活躍社会を目指す私たちにとって働き方改革は最大のチャレンジであります。同時にまさに働き方は人々のライフスタイルに直結するものであり、そして経営者企業にとっても大変大きな課題であります。それだけに大変困難が伴うわけでありますが、私も先頭に立って取り組んでいく決意であります。世の中から非正規という言葉を一掃していく、そして長時間労働を自慢する社会を変えていく、かつての猛烈社会、猛烈社員、そういう考え方自体がですね、否定される、そういう日本にしていきたいと考えている次第であります。人々が人生を豊かに生きていく、同時に企業の生産性も上がっていく、日本がその中で輝いていく、日本で暮らすことが素晴らしい、そう思ってもらえるような働く人々の考え方を中心にした働き方改革をしっかりと進めていきたいと思います。